野山一花、8歳。ずっとママと二人きりで兄弟が欲しいお年頃。どこかに私の弟か妹いないかな。お姉ちゃん。ほら、お山だよ。わ、誰？私もお姉ちゃんになる。お姉ちゃんって呼んで。逃げられちった。ダメじゃない、一人で歩いていっちゃ。ごめんなさい。またダメだった。かわいい子だったね、犬丸。いつかあの子みたいな弟が欲しいな。いちか、私再婚するわ。え、パパができるのよ。なんと兄弟も。これがいちかの弟になるともやくんよ。かわいい。この子が私の弟。下調べに行かないと。今度お母さん再婚すんだって。おめでとう。それでね、この子が私の弟ともくん。目が大きくてすっごくかわいいの。双子座の A 型で好きな色は青。お菓子作りが上手で愛想のいい子なんだよ。あ、早く会って話したいな。え、そんだけ知ってて会ったことないんかい。明日何着ていこう。制服でいいのよ。ともくんと何話そう。パパともお出かけしたいな。何？なんでもない。幼稚園の時母さんは病気で亡くなった。うっすらと残る母さんの面影。俺は母さんのことを忘れたわけじゃないから。お前は一生俺と母さんの子だぞ。うん。この髪型どうだ？いつものがいいよ。水原さん家はこの先よ。知ってる、何回も見に来た。どうだ、いつもの髪型の父さんかっこいいか。はいはい。ママ、私髪変じゃない？大丈夫よ。はじめまして。お姉ちゃんが来た。ただいま。あ、ともくん。父親が再婚して変な姉ができました。来た来た。すまんな、ともや、突然で。俺は平気だよ、父さん。本当は全然平気じゃない。新しい家族なんて俺は認めない。あ、ごめんなさい、嘘です。かわいい。はぁ、ともくん。はい。え、見て、かわいく撮れた。はぁ、ダメよ、いちか。いちかはだいぶ前から調べてるからいいけど、ともやくんは初対面なのよ。あ、そっか。なに、なに。怒った顔、かわいい。人の部屋で何してんだ。私、トモくんの部屋に住むから。出て行け。何考えてんだ、まったく。あ、ボタン取れそう。
よいしょ。つけ直すか。って当然のように入ってくるな。本当に可愛いからびっくりするよ。じゃあさらっちまうかな。うちは喧嘩も多いから。それも愛の形よね。愛は大きさじゃないぞ。そうね、大きいだけなんて無意味よね。嫉妬しちゃダメよ、うん、今日こそともくんの部屋に移住する。さすがにもう入ってこないか。ん、何してるの。ドアからじゃなきゃいいと思って。何その発想。なんでこの部屋がいいの。それはともくんが大好きだから。好きとか女の人に言われたの母さんだけかも。俺からかわれてる。私の服ここに入れていい。まあ部屋に入るくらいなら。あ、ともくんトランクス派。やっぱ出てけ。にぎやかね。お姉ちゃんが来た。おはよう、ともや。おはよう、みつる。な、新しい姉ちゃんってどう。どうって変。お姉ちゃん理想。ともくんの友達、普通の子、ふつおくんかっこ仮にしよう。はっ、なんだあれ。あの人怖。今日の数学やだな。昨日のネトゲでさ、もうすっげー強いモンスターさ。どうした。父親が再婚して変な姉ができました。学校に来た。おはよう、水原くん。藤崎さん。おはよう。藤崎さんってまるで真っ白な天使みたいだ。もっと私の可愛さを称えろ、男子どもよ。真っ黒でした、ともくん。お弁当忘れたでしょ。水原のお姉さん高校生だ。ちょ、ジェット敗北。あの、用が済んだら。水原くん、お姉さんいたんだ。早く帰らせろ、水原。あれ、あれあれ、さてはあの子、ともくんのことが好きなのね。睨んでるよ、この女。あ、まさか藤崎さんに。ともやは藤崎のことが好きなんですよ。俺、藤崎さんのこと好きじゃないし、全然可愛いなんて思ってないし。いいから早く帰って。水原、この野郎。私、可愛くなくてごめんね。どうしよう、藤崎さんに嫌われた。おかえり、ともくん。ねえ、教室にいた女の子って。うるさいな。学校に来るなんてどういう気。最悪だよ。あ、よく考えたらあの人お弁当届けてくれたんだよね。なんか俺いろいろ最悪。ともくん、ごめんね、ごめんね。俺の方こそ、あの、さっきはごめん。お姉ちゃんが来た。今日、私の友達が来るの。友達いたんだ。弟っていいよね。弟を追い回すのが日課です。よう、お前がともや。はじめまして、いらっしゃい。普通の人だった。ん、父親が再婚して変な姉ができました。お姉ちゃんズが来た。ルリルリとマリナッチだよ。あだ名で紹介すんなよ。はじめまして。しかし、イチカって変わってるからトモヤ苦労してんじゃないの。あ、俺そんなの言われたの初めて。誰も俺の苦労を分かってくれなくって。泣くなよ。トモくん、どうしたの。お菓子食べる。はい、あー、うん、あー、トモヤくんって可愛いよね。そうだな、トモヤくんが弟ならバックドロップはできないな。実の弟にもやめてやれ。俺、ミツルの家に行ってくる。またね。ミツルって隣の子。
あんなこと言って実は女の子のとこだったり。そうそう冗談。いちかちゃん、あんまりつきまとわないの。え、たまには引いてみるとか、恋と一緒で。それは無理。最近一日一回ともくんをギュッとしないと痙攣が。愛の禁断症状ね。違うと思うぞ。みつる、しばらく避難させてよ。避難だと？見たぞ、お前の家に綺麗なお姉さんたちがいるの。お前ばっか美人に囲まれて。親友やめてやる。みつるにも紹介してもらうから。大親友。じゃあまた明日な。バイバイ。私もともくんを待って。ともくん、お姉さん。いちかちゃん楽しそう。頑張れよともや。世界一の美少年花園みつるです。キモキモ。ともやの親友なんです。お二人ともすっげー綺麗。すげー父ですね。お前もかよ。お姉ちゃんが来た。お、ともくん、可愛いからっていじめられてない？父親が再婚して変な姉ができました。紅花紅希が来た。用がないなら切るから。あ、すみません。学校で携帯を使うんじゃない。あ、いや、あの姉が心配性で。姉？いや、そもそもその髪の色はなんだ。いじめは許さん。うわこいつは2組の早坂浩紀、常に学年トップの秀才男。ま、でも勉強だけできても、ああいうタイプは一生彼女できないんだぜ。かわいそう。一生勝手にかわいそう扱いするな。ふん、姉に恵まれてるからといい気になるなよ。いい気にって。モテないからって悲願で。早坂くんだ。前のテストでも1位で。かっこいいよね。女はうるさくて嫌いだ。てめえ許せん。その態度は。姉に甘やかされてる奴を見ると腹が立つ。え、俺腹立たしいぞ。チャパツやるか。くらえ。いつチャパツ天中。だからなんで俺。くらえ。後期姉さん。ともくん、様子がおかしかったから飛んできたよ。ともやくんをいじめてたの。いや、いじめてたとかじゃ。ダメでしょ。うわ姉さん、反省しなさい。ごめん、いた。ルリルリさんの弟とはわからなかった。茶葉、水原くんこそいちかさんの弟だったとは。ルリルリさんの彼氏になる男は苦労すんな。ふん、姉さんに男などこの俺が認めん。あ、シスコンだ。隠れシスコンだ。なんだその目は。ふん、兄弟に憧れたことがあった。兄弟がいれば父さんの帰りが遅くてもきっと寂しくない。一緒に帰ろう。一人で帰る。普通の兄弟ってあんな感じなのかな。好奇のバカ。とーくん、一緒に帰ろ。うちはまだいいような気がしてきた。お姉ちゃんが来た。うわ、暑い。今日は何度あるの。あの人はこんなに暑くても。ともくん元気そうだな。ギャー。父親が再婚して変な姉ができました。水着きたー。いちかは暑いの苦手なのよ。急に倒れるの。いちかと一緒にプールにでも行ってきたら。でも行く。水着もお揃いの買っておいたよ。行くぞ。どう、ともくん。うん、泳げないんだね。藤崎さん、かわいい。かわいい。私の水着姿に出るのみんなだけよ。藤崎さん。藤崎さん、ふぐっ。あ、水原のお姉さんたちだ。お姉さん水着。みんな、今日は私と遊ぶんでしょ。高校生3人だ。再び惨敗。何よ、さっきまで私のこと可愛いって一番だって言ってたくせに。いつだって可愛くなきゃ相手にしてくれない。いつだって。女
女の子は見た目も大切だけど、優しい心も忘れちゃダメよ。お前のハンカチなんか触りたくねえよ。こっち来んな。藤崎さん。あの、よかったら俺と。ダメ。危ないでしょこの暴力女。ともくんと二人きりになろうなんてダメ。藤崎さん、もうあんたのせいで。あ、ごめん、今のは違う。こっちこそごめんね、毎回迷惑かけちゃって。でもあの人に悪気はないと思うんだ。悪気がない顔じゃねえ。願いだからおとなしくして。水原、私が怒鳴っても引かなかった。可愛くなかったはずなのに。お姉ちゃんが来た。ともくんとお買い物。外で手とかつながないでよ。仲良し兄弟は手つないでいいんだよ。父親が再婚して変な姉ができました。イケメン来た。Excuse me. Can you speakEnglish? うわ、かっこいい外人さん。 I can speak just a little English. うわー、今だけとてもすごい人に見える。すごいね、英語喋れるんだ。あれ、日本語？あ、いたいた。勝手にいなくなるなよ兄貴。悪い。マリナッチさん。うわー、ひょっとしてマリナッチの親戚のお兄さん？え、やっぱりマリナの友達だったんだ。見せてもらった写真の子に似てるなって。マリナッチを持って遊ぶ変態観光系だ。だから違うって。テルリルリが言ってた。あの、日本人なんですか？藤総一郎です。俺ロシア人ハーフなの。私はクォーター。そうだったんですか。確かに少し日本人っぽくないと。どう育ったな。いいな。君さ、アイプリのみのりちゃんに似てるよね。知らない？アイドルプリンセス、今流行ってるゲーム。みのりはツンデレ属性の黒髪美女なんだ。アニメにもなっててイベントもやっててさ。ほらやめろ。なんだよ、アイプリのみのりは世界の宝だぞ。超ド級のオタクだ。頼む、ルリにはこのことを内緒にしてくれ。心身ともにマリナちゃんを汚す隙間変態オタクめ。全裸にして焼きます。いちかちゃん、ミノリのコスプレしてくれないかな。顔がいいって得だな。本当にミノリちゃんに似ている。どう、俺と付き合わない？いや、あなたはトモくんじゃないもの。もう変なこと言うなよ。何怒ってるんだよ。心配しなくても、マリナだって十分可愛いぞ。ご気を使いすんな。マリナッチさん、趣味悪。お姉ちゃんが来た。クリスマスプレゼント用の毛糸買ってきた。みんなにいっぱい編むからね。そしてサンタのふうしてトモくんの部屋の窓から届けるの。そこまでしなくても。父親が再婚して変な姉ができました。クリスマス来た。おはよう、チャパ。水原くん。うわ、おはよう。大丈夫？ちょっと姉に叩かれてな。ルリルリさんたら。何？チャパ、水原くんは姉に叩かれたことがないのか？そうか、愛の鞭を受けたことがないのか。かわいそうだ。かわいそうなのはそっち。ダーリー。おはよう、藤崎さん。おはよう。ともや、今年のクリスマスはどうする？今年はうちも家族で。おお、よかったな。藤崎さん、クリスマスって予定ある？ごめんね。うずぇ。クリスマス会、藤崎さん誘う？同性男子と遊ぶんでしょ？同性からの指示ってサンタさんくれるかな？ケイトの買い足しに来てトモくんに会えるなんて。ラッキー。はい、ラッピングですね。少々お待ちください。ラッピング。まさか。
ムくんのプレゼントが。スキコちゃんに渡るプレゼント、少し汚れちゃったけれども大丈夫。顔怖っ。クリスマスに渡そうと思ってたんだけど、もう本人に渡っちゃったし、もらってくれる？トモくんからもらった靴下初着用。よかったわね。クリスマスは人数が多い方が楽しいな。ああ、お姉ちゃんが来た。じゃじゃーん、どう？似合う？ぼ、さあトモくん、今年初の写真撮るよ。父親が再婚して変な姉ができました。正月来たー。あー、ルリルリおめー、明けましておめでとう。明けましておめでとう、チャパ水原くん。おめでとう。昨年はありがとう。今年も一緒に遊ぼうね。うん、後期に今年はもっと智也くんと仲良くするようにお願いしたの。大変だね。おめでとう。おめえ、明けましておめでとうございます。スキコちゃん。水原姉、私の人気を下げた罰を受けてもらうわ。水原くん、おめでとう。明けおめえ。お姉さんたち振り袖キレっすね。ほんと、やっぱ年上だよな。クラスの女子は色気が足りないんだよ。花園。藤崎さんと仲良くなれますように。神様、私は一生トモくんを追い回すことをここに宣言します。わ、いちかちゃんとトモヤくんはいつも仲がいいな。うちも仲良しだよね。別に。こんなバカ、寂しいこと言わないで。相変わらず仲良しだね。大丈夫？姉の愛の無知がわからんやつだ。え？今が引っかかっちゃった。振り回すからよ。お困りなら取りましょうか。え？いいの？ありがとう。いえいえ。というわけで降りられなくなった。手を貸してもらいたい。何してんの。早坂くんって人を見下して偉そうなイメージなのにめちゃくちゃ意外。なんてひどいイメージ。二人もう仲良しだね。うん、後期の友達が増えて嬉しい。お姉ちゃんが来た。ともくんってチョコもらったことある？もらったことないよ。そうなんだ。うん、もらってないって。うん、全身チョコでデコレーションってどうかな。え、怖い？そうかな。ルリルリンチで手作りチョコを作ってくる。地球を覆えるくらいの愛を小さなチョコに詰め込んでくる。気合い入る。父親が再婚して変な姉ができました。バレンタインくるー。手作りチョコは溶かして型に入れるだけだから簡単。ほんと？ならトモくんが食べて倒れる心配もないよね。何を作る気だよ。大きなチョコをあげるんだ。愛は大きさじゃないぞ、質だ質。そうね、大きいだけなんて無意味よね。どこ見ていった。まず包丁でチョコを刻む。うん、慌てないで、もっと細かく。次に湯煎でチョコを溶かす。そんなに力を入れないで、もっと丁寧に。ちょっとお風呂入ってくる。何してんだ。せっかくだから私も後期に作っちゃった。もらってくれないかもよ。ババーン！
初めて作った時いらないって言われて泣いちゃったな。恐怖政治か。ところでトモくんが本命チョコをもらってきたら、このお姉ちゃんを倒さない限りお付き合いは認めません。いちかちゃんもっと脇を締めて。どっちもめんどくせえ姉貴だな。あらいちか帰ってたの。バレンタインまで我慢できない。トモくんこれ手作りチョコ。トモくんの好きなうどんを入れてみたの。隠し味。気持ち悪。お姉ちゃんが来た。バレンタイン今年こそは。下駄箱から机の中から。まあ本命には渡しにくいものだからな。水原ん、はい、バレンタインチョコ義理だけどね。ホワイトデーよろしく。あ、ありがとう。今年はバラマキチョコをやめて、トモチョコと本命で。マリナちゃん、お親戚のお兄さんにチョコをあげるの。あ、一応帰りに。やっぱ行くって。相手は大学生。いつ狼になるかトモくんも心配だけど。ついてくんなよ。姉さんが言うので仕方なく、サルとも友達になる。下校も一緒だ。ルリルリさんが。そうか、いつも弟の面倒。水原くん帰るの。私も一緒に。すごい、世の中にこんなにもらえるやつがいるとは。同じ学年の人だね。よし、余ってるようだし俺がもらってやろう。こらこら、まったく、もう迷惑な話だ。ピク、そもそも食べ物を下駄箱に入れるなど不衛生だろ。そこいつ渡そう。トモチョコに本命チョコ。藤崎さん、チョコくれるかな。なあ藤崎、俺らにチョコないの。もちろん。イエーイ。やった。早坂くんもよかったらいっぱいもらって。迷惑かもだけど。そんなことはない。ジョパ、水原くんの友達だし、ありがとう。変質者じゃないよ。マリナッチを尾行してただけだよ。尾行って。こんにちはお姉さん。水原くん、チョコ受け取ってくれて嬉しい。彼女はいちかさんとも仲がいいんだな。どこが。はいはい、義理とは少し違うチョコ。父親が再婚して変な姉ができました。バレンタイン来た。お姉ちゃんが来た。おは、おはよう、トモくん。父親が再婚して変な姉ができました。ホワイトデー来た。これトモくん、ありがとう。実は私もお返し。なぜ。あ、今年はバラマキチョコしてないのに。でももらえるものはもらっておく。またかうぜ。なに。おはよう、チョパ。水原くんの友人。バレンタインのお返しだ。ありがとう水原くん。彼女変わってるな。かわいい。この時期姉さんは毎年大量のプレゼントをもらってくるんだが、これだったか。え、そうか、ホワイトデーに告白する人も。
いるんだよね。おーはー藤崎、バレンタインのお返しだ。ありがたく受け取れ。な、何よ。じゃあな。ただいま。ともくん帰ってた。よかった。あのね、これなぜかクラスの人がくれたの。クッキーだって。一緒に食べよう。うわ、相手の人ちょっと気の毒。お姉ちゃんが来た。ママたちは明日まで旅行。今日の夜はともくんと二人きり。何して遊ぶ。ともくん。あれ、ともくんどうしちゃったの。もう眠くなっちゃった。子供だな。いや、あの、頭が痛い。うわー、37度くぶ。大変。お布団に寝かさないと。家の額に痛っ。でも、もっと温めてあげた方が。大丈夫だから、出てって。父親が再婚して、変な姉ができました。看病、来た。どうしよう、ママに電話。でも旅行の邪魔しちゃ悪いし。私が風邪ひいた時ママどうしていたっけ。こうなったら世界一のお姉ちゃんに相談しよう。こんにちは。トモヤくん熱出しちゃったの。大丈夫。ルリルリ待ってたよ。いちかちゃんが大丈夫じゃなさそう。見舞い持ってきたぜ。マリナッチも。風邪の時はリンゴがいいんだよ。消化もいいしな。これ全部すりおろしてトモヤに食わせようぜ。すぐ元気になる。本当やる。二人ともいいから座ってなさい。ご飯はもっと元気になってから。今は安静第一。私たちも静かにしてあげないと。こういう時はしっかりしてんな、リアル姉ちゃん。さすがルリルリ。これからはお姉ちゃん師匠と呼んでいい。やだ、私そんなにすごくないよ。なんか騒がしいな。でも静かじゃない方がいいな。風邪ひいても一人じゃないんだ。Sitting next to you, so distracting. Hearts are moving, now it's cold. Suicide, you're going.